ボンジュー、話そうフランス語1分レッスン。フランス語講師のやすこです。さて、3月の表現を今日は学びたいと思います。3月はフランス語でマース、マースと言います。この最後の S まで発音するのがポイントですね。このマース、M を大文字に変えてしまうと火星という意味のマースになってしまいますので、書くときには十分注意してみましょう。さて、今日は3月を使った表現を勉強したいと思いますが、フランスでは3月にミモザが花を咲かせ始めます。この表現、Les mimosas commencent à fleurir en mars. Les mimosas commencent à fleurir en mars. そうですね。このコモンセという何々をし始めるという動詞なんですけれども、コモンセア動詞の原型というふうにワンセットで覚えてしまいます。この例文の場合はフルリーが花を咲かせるという動詞ですので、コモンセアフルリー、このようにして覚えましょう。そしてオンマースですけれども、こちらはオンマースとオンマンドマース2つの表現ができますね。覚えていましたか？Les mimosas commencent à fleurir en mars. それか、Les mimosas commencent à fleurir au mois de mars. この2つをしっかり覚えてみてくださいね。Les mimosas commencent à fleurir en mars. Les mimosas commencent à fleurir en mars. そして、Les mimosas commencent à fleurir au mois de mars. Les mimosas commencent à fleurir au mois de mars. いかがでしたか？3月の表現、しっかり覚えてみてくださいね。それでは、アビアント、オブワー。